さい、アジャキッチンです。今回は数値化、はい、何言ってんだこいつは。沖縄のね、保存食です。あの豚の三枚肉、豚バラですね。あの豚で言えばこの辺です。ブヒ、はい、あの バラ肉、沖縄はね、豚をね、尻尾と鯉が全部食べるということで、ね、顔とか白髪とか耳側とかいろいろあるんですよ。まあ今回あの有名なで、スーっていうのが塩ですね。マースとか言うと塩とか海水のことをするって言って、力がつけるってことで、まあ、豚肉の塩漬けということでね、作りますので、ぜひぜひ時間をかけて作ってます。これ今金曜日の朝なんですけど、月曜日から仕込んでおりますので、ね、ちょっと今日食べるんで撮っております。よろしくお願いします。豚バラブロックですね。豚バラブロック、今日はね 300g ぐらいあります。それをまずキッチンペーパーなのでね、ちょっと水分取ってあげてください。でこれあの牛乳パックとか、まあ、僕の場合お茶が好きなんでお茶なんですけど、これねいつも飲み終わったと軽く開いて洗ってあげると、あの肉とかね、魚まな板の上で直接やりたくない時はこういうの使ってやると、使い捨てで便利なのでおすすめしております。はい、これ、ね、塩ですね。塩もちろんね、沖縄の塩しまます。まあ諸説によるとやっぱり肉の 10%、 だ今回肉が 300g ですよね。これは 30g あります。それをまあすりする感じですね。すりすり、結構ね多いですよ。でやっぱ保存食ですのでね、はい。でね、何でしたっけあれ、あ、そうそうそう、早めに作りたい方はフォークとかで穴開けてやるとより浸透が早くなるので、あの3、4日でできますけど、今回はねやっぱ本格、まあ量少ないですけど、でこうすりすりして、もうね、あなたザラついてる豚はねってな、あなたちょっとお肌ザラついてるんじゃないのみたいなお豚様になりますね。それでね、まあもちろんみんな大好きなジップロックにスポンと入れて、ちょっとこのね塩も、そしたらねやっぱ空気を入らないようにして、はい、これで冷蔵庫にしまっておきます。楽しみですね。現在24時間です。まあね、もちろんまだ全然です。はい、楽しみにしてます。こちら現在3日目ですね。3日目、やっぱ多少水ね、分かりづらいと思うんですけど、水が出てくるんで、ちょっとこのジップロックの中のね、水をちょっとね拭いてあげる感じですね。キッチンペーパーなどで。今回はもうサイズ的に5日間ですね、あさって仕上げようと思っております。なんだこの動画みたいになってると思いますけど。はい。でね、空気抜いて。はい。それでまた冷蔵庫で入れて、またやってきまーす。まあ料理酒でも大丈夫ですよ。僕はやっぱ泡盛入れますよ。いいでしょう。はい、これ茹でます。このサイズだと大体30分ぐらいこれで茹でます。地味動画なんでね、ちょっと多分だいぶ飛ばすと思いますが、
はい、ぼちぼちですかね。うまそうっすね今日の。お、なってますね。まあそしたらこういうやつとかあればね一番いいっすね。こうやって油を下にしておいて冷ませるとよかったりします。はい、こちらね、あの豚の旨味と塩が入ってるエキスなので、あのスープとかね使えるとすごいです。これでほんとちょっと醤油とかで整えて、かつおだしとか入れると美味しいスープになるんで、これはねそういう風に使います。やめようかな、わかりますかねこれ。いいですね。はい、このまんまね、あの粗熱取るっていうか冷ますことによって塩とかさらにギュッとしまってね切りやすくなるんで、このまんま冷まします。それではね、このいい感じ映りますかね、粗熱取れたんでね、薄めに切る感じですね。スーチカは厚めでもいいんですけど、で冷めた方が切りやすいので、こんな感じでね、フライパンで両面焼いてもいいですけど、まあこうやってバーナーで炙ってもね、軽く炙っても、伝わらないのがね、あれです。はい、そしたらこんな感じでいかがでしょうか。沖縄のパンツェッタスーチカと言います。きます、スーチーカー、うん、うまっ。これほんとチャーハンとかに入れたり、チャンプルーに入れたり、ね、パスタとかにしてもいいですね。ちょっとこうやって梅とかね、味噌とかで食べてるんですけど、今回はちょっと塩分がこれもうバッチリなんで、このままが一番僕はいいと思います。うめっ。豚の脂の甘みがまず入ってくるんですよね。そっから沖縄の塩の、ね、しょっぱさというか、そのいい塩梅ってやつです、入ってきて、いやーこれやっぱいいな。本当あのラップとかでちゃんと密閉して冷蔵庫、あの入れたと冷蔵庫入れたら結構日持ちするんで、そういうとこが変な話、もう冷凍とかしたらね、あのちょっと小出しにしてチャーハンとかなんかちょっとしたねもの作るときに足すのもいいですよね。うまっ。やっぱ梅を、
ごちそうさまでした。それではね、アハチャキッチン。チャンネルページの方から再生リスト行っていただければ、ジャンルごとに料理を分けてますので、まあ、今日、数値化だったら沖縄料理とか豚肉料理に入れたりするんですけど、でね、再生リストでしか見られない料理とかもあるので、ぜひぜひ興味の方はね、そちらの方行ってチェックしていただいて、面白かったらチャンネル登録してくれれば嬉しいです。はい、それではね、まあ、面白いお店目指して頑張りますので、ぜひぜひお店の方にも遊びに来てください。わーわー言っております。お時間です。さようなら。